レカニグー、オーギュスト・エルバンは、フランスの画家。中絵画を多く制作した。ノール県のフランスとベルギーの国境の町、キエビーの職人の息子に生まれた。1899年から1901年まで、リールの国立高等美術学校で学び、1901年に、パリに移った。同じ時期、ベルギーのブルフヘをしばしば訪れ、ベルギーの芸術家とも交流した。 1905年からアンデパンダン店に出店し、多くの前映画家が作品を出展し、フォービズムが誕生したと言われる1905年のサロンド・オトムヌにも作品を出展した。フアングリスと出会った後、キュビスムの作品を描くようになり、グリスやピカソ、モディリアーニが活動していたモンマルトルの共同スタジオ、選択船に移った。1918年、 1921年、1924年に、パリの画廊で個展を開いた。ピュートーグループのクションドール展にも出品した。さらに、その大きな影響のもと、幾何学的な純粋抽象絵画へと到達した。1930年代には、アプストラクシオンイコールクレアシオンで活躍。色彩豊かな抽象絵画を多く制作した。第二次世界大戦後も、 中小絵画の制作を続けた。ありがとうございます。